東梅センタービル地図東尾梅センタービルは東京都尾梅市に存在する超高層ビルである1990年10月に組合が設立された東尾梅駅南口市街地再開発事業によって建設された1997年に竣工3階には公共施設が入居している倉庫数143個1998年には 建設大臣による表彰を受けている。など本説は、山、川、緑の似合う都市東大梅、8事業経過による。大梅市都市開発部都市整備課、事業計画情報東京都大梅市、東大梅駅南口地区、第一種市街地再開発事業、組合志向、事業完了、市街地再開発第339号、全国市街地再開発協会、 1998年7月、18から19ページ。東尾梅センタービル完成。3階に、市役所の分室を解説。広報を梅第842号。1997年7月15日。4ページ。吉沢中、トピックス。テイクオフ東尾梅のシンボル施設東尾梅駅前。東尾梅センタービル。完成東尾梅木南口地区第一種市が1。 再開発事業、再開発コーディネーター第77号、1999年1月、8から9ページ。モスバーガー東尾梅センタービル店柳丸店舗のご案内、読売新聞2004年10月27日付、東京本社長官33面。観光協会ついて、カーブス東尾梅。ありがとうございます。